今回は9月22日の調整で計略の速度低下デメリットが削除されたエクストラ加工園鍋振りを紹介していくよ。計略は式6で武力プラス6、槍長さ約2倍、槍脚ダメージボーナスプラス6、槍脚発生上昇、効果時間は10カウント、進む上の3コス分王の覚醒3から速度上昇や白ダメ効果を外して効果時間を伸ばしたような内容。当然速度を上げたら圧倒的殲滅力になるよ。君は遊軍操縦やしんがり、私の馬を見一心動体など指揮を抑えつつ速度を上げるコンボ手段があるし、組み合わせで進化を出せる一枚と感じたかな。新アリバや一心動体では槍兵がギリ迎撃され変速度かつ他の騎兵に投げることもできるから相性は抜群よね。死ぬことなど
やりゃごめんなさい。負けるぞ。聞いたぜ今のは。動けんだと。もう。ダメじゃ。もう間に合わん。相手の計略は残り1回、こっちは2回打てて内乱一発さやから攻めたいのはお互いって状況やな。私の代わりに頑張っていて。どうやらぶっ殺されたようだな。ご視聴ありがとうございました。決まった時の爆発力は一級品の計略になったと感じたよ。